でカフェに行きます。行きます。前からちょっと気になってたカフェで、お家の近くにあるので歩いて行きます。テラス席もあるおしゃれなところです。テラス席やけど今日に限ってめっちゃ寒いから、ワンちゃん寂しいよな。めっちゃ天気いいね。いいな、よかった。昨日これ頼めました。美味しそうね。いろいろあったよな。美味しそう。届きました寝起き使ってるらしくて、めっちゃサクサクで美味しい。そうなの。うん、めっちゃ美味しい。いた。いただきます。バナナヨーグルト。今日平日やから人おらんくて、めっちゃ前めっちゃあったよな。カスタード。うん、食べてみる。クリームだね。カスタード、うまい。美味しいね。マジ無理やろ。これカレーパンです。めっちゃもっちり。うまい。これチョコいいな。やばい。
腹いっぱいになりそう。めっちゃもっちゃ美味しい。帰ってきたので購入品紹介をします。まずこれは普通に机の絵を拭くやつ、ビールのトッポギと18粒米のご飯のやつです。ピーちゃんの爪切り、めっちゃ可愛い、お気に入りのやつです。読み方は何かわかんないんですけど、これめっちゃ髪の毛がサラサラになるのでおすすめです。あとはこのクレンジング、普通のビオレのやつで、特にこだわりはないです。カルディでいちごミルクの素を買いました。めっちゃ美味しそうで、この前から気になっててゲットしました。これはパン屋さんでいちごサンドと、なんかメロンパンをお母さんが買ってくれました。だったこれはコーヒー豆のホワイトチョコみたいな、これも残り1個で気になったので買ってみました。いちごミルクの素も飲んでみようと思います。めっちゃ美味しいです。どれくらい使ったかみたいなのを書いててるんですけど、それをちょっとつけようかなって思ってます。ほんまに気持ち程度ではあるんですけど、なんかこれぐらい一月にかかったっていう金額が明確にわかるので、なんとなくつけてってます。これが美味しい、本当に。めっちゃ美味しい。仕事で必要なこととかをまとめておくノートにしようと思います。感じで晴れました。これにいっぱい勉強とかちゃんと
お仕事のこととかしていこうと思います。